この動画には以上の要素が含まれています。ご理解の上視聴してくださいね。はい、毎度ゆっくり霊夢よ。毎度どうも、ゆっくりさないです。バイキングのつばいです。解説役の達也です。前回イノシシを1匹確保しアトゲイルを作ったところから続きです。で、また新しいイノシシに餌を与えています。その後、誘導に失敗して柵を開けた瞬間に確保中のイノシシにも逃げられたり。よしよしよし。おお、今日もかなりできてきたわね。これでひとまず盾や斧とかも新調できますね。釘も作ってレシピ解放しておきやしょう。あれ、思ったより増えないな。なんかカートってあったけど。カート、手押し車とか。これかな。お、これは2運びできそうな。ようやく重量問題から解放されるのか。斜面とかだと勝手に動いていきますね。おお、かなり運べるみたいっすね。む、ポジションが悪い。こうか。しかし、これ木が多い場所だと引っかかりそうだな。おや、撫でることができますよ。これで完全に落ち着いてくれましたね。同じように鳴らしたイノシシがもう一頭いると子供ができます。おお、なるほどね。かわいいもんです。よし、それじゃお試しに荷車引いていくか。早々に斜面がきつくて引っかかりますね。ここいらも岩やら斜面も結構あるから引っかかりそうねー。本格的に運用するならある程度整地が必要そうですねー。足元見やすくなるしいいかもしれねっすねー。今のところそこまで引っかかってもないから案外大丈夫そうでもあるわね。ここいらになるとさすがに丸太とか多いなー。うん、むしろなんでこんなに木が倒れてんだ。あ、はい。バカ、待て待て。今に車引いててお前の相手してる場合じゃねえんだ。緊急離脱。これに車壊されるんじゃないの。あ、あそこだとそうかもしれませんね。そ、荷物一つも入れることなく終わるなんて嫌だぞ。うん、あれ、トロルってあんな武器持ってるツアー。というわけで、初めての武器持ちトロルでしたが、攻撃される瞬間に気づいて、間合いが完全に通常のトロル戦でしたね。ああいう個体もいるのねー。かなりリーチが違うんですね。ドロップも違ったりするのかしらね。とりあえず、ナイフだけ持ってきた。さっきはよくもやってくれやがったな。そいやつかやるじゃねえか。わ、ワンモア。そいやつか気づかれてないのでセーフ。なんかとんでもないダメージ出たんだけど。あれがナイフの強みのステルス時のダメージ倍率ですね。まだ攻撃モーションがわかんねえ。他の武器での暗殺ダメージボーナスは3倍くらいですが、ナイフのボーナスはなんと10倍。あれ、ちょいと収録中に電話が来て放置してましたね。さて、それじゃあ改めてお前の動きを見せてもらおうか。丸太を持ってますからリーチがやはりありますね。この毛さぎりの投げ払いは、足元アンチかな。振り下ろしはさすがに怖いので回避。
うん、むしろ振りが大きいから普通より戦いやすいか。範囲はこれくらいか。遠くから近づくのは難しいけど、足元のが安全ってタイプね。あれ、ツバイさん愛用の槍はどこ行ったんです？今のヘッドショット槍投げを決めたら見当たらなくて。うむ、槍を探しながらも回避はやりますね。槍だけに。は？ないな。完全に遊んでるわね。あとレールでやるか。よ。ふん。お疲れ様です。やっぱりありがねえな。まあ、ひとまずこれでトロルのマントも作れるかな。あ、インベントリに釘と青銅。あ、荷車は壊れちゃいましたか。よいしょ。ひとまず素材がそのままでよかったわね。この坂を登るときに削れてたんすよね。というわけで軽く整地。こんなもんか。うん、やっぱりここらが動きにくいかな。いや、トロルが壊した木材も回収が楽でいいな。こや、よし、トロルの皮もさっきので10枚になったから、トロル側のケープが完成。これでセット効果が発動するわけね。全身青いな。おお、上に忍び歩きが出ましたね。25% だから音が多少軽減される感じかしらね。青銅もまた10個になりました。これで青銅のバックラーも完成っと。木の盾の3と比べてもブロック力が結構違うわね。で、お次は青銅の斧。これで伐採速度もアップ。しかし、アップグレードとかは当分先ですね。別に RTA してるわけでもないし、のんびりやりゃいいのよ。それにしても、この銅とかも掘ってて分かりやしたけど結構鉱脈でかいっすね。銅にも雑に使いにすると、こんな感じに生成されてるみたいですからね。ああ、確かにこれなら地面掘っても出てくるわけよね。こことか斜面だと分かりやすかったですよね。シャーマン単体で何しに来たんだ。なんだかんだで33日目か。銅を掘り出してからは日が経つのが早いわ。さて、いい加減に防具も整った市長老の元に行きますかね。アイテム整理とか特にしてないけど大丈夫？最悪向こうで取ればいいやって魂胆ですね。イエス。では、いかだをここに。着水。よ。操作は。オールがついてるのが。これか。おお、ゆっくりだが、動き出した。ほも晴れたからこれで風の影響を受けるわよ。ほも、難聴。風向きが変わらないうちにがっつり進みたいんすけど。さすがに旋回も遅いですねー。あとは風の影響を受けた時にどれだけ進むかよねー。火事はこんな感じで。さすがに初運転なので、動作確認です。よし、大体把握。確か方角はこんな感じっすよね。
そうねー。このまま西北西で OK よ。これもしも風が止まったりしたらどうなるんです？ろくに進まないので、砲畳んでツバイには頑張ってこいでもらいます。おう、頼むぜ風。波で揺れる揺れる。これマルチだとどうするんです？落ちちゃったりしないんでしょうか？そこは中央の柱を掴むことで、体を固定することができます。今さら海って言われても。見渡す限り水しか見えねえ。しかし、これ到着までにどれくらいかかるんですか？いやどうなんだろう。それでは試しに10倍速で垂れ流しましょうか。あ、風向きが。ちなみに、風はここを見るとわかりますね。風が吹いたら砲畳み、頑張っててこぎです。あ、ようやくバイオームも黒い森に。うっすらと見えてきましたね。ひいひい。お疲れちゃん。いや、ほんとびっくりするくらい遅いっすね。いやー、出港してすぐに風が止まなくてよかったですね。と、到着。あの見えてる距離に来るまでに日が沈んだのか。ぐえ。よし、もうここでいいや。しかし、黒い森か。草原スタートならありがたかったんだけどねー。ああ、ここだと建築してると灰色ドワーフたちがすぐ来ますよね。しかし、問題はそんなことではなかった。さて、ひとまず骨組みだけ完成。そして下にあった簡易作業場所を砕いて、こっちに屋根を設置してないことに気づく。やっちまった。で、この簡易拠点の足元に銅鉱石あるんすけど、掘ったところで何もできないなぁと。あ、どしたんさなえ？いや、鉱石を精錬できないどころか、これ装備の修理できないんじゃ？あ。あの、霊夢さん。ほんまや。まあ、ひとまず火打ち石武器でも作って、あれ？確か火打ち石って、草原だけにしかないんですよね。そうね。どうするのこれ？戻る？いや、もしかしたら近くに草原もあるかもしれねえですし。何よりあんだけ時間かけて移動したのに、すぐ戻るのは辛いっす。そうね。長老も見た感じ近いし。まあ、サクッと倒してまた戻ればいいですかね。そういう感じで行きやしょう。といったところで、今回はこの辺りで、ご視聴ありがとうございました。またねー。